皆さんこんにちは。性加害疑惑により世間を衝撃を与えたプロサッカー選手の伊東純也さん。今回は伊東純也さんのクラブチームで干されなかった理由、 JFA の対応内容、年俸などを詳しく調査してきましたので、ぜひ最後までチェックしてください。女性への性加害疑惑で刑事告訴されたことを受け、中東カタールでアジアカップを戦っていた森保ジャパンからの途中離脱を余儀なくされたのが2024年2月2日のことでした。その動向が注目されていた伊東純也さんが、代表離脱から9日後の11日、所属するフランス1部リーグのスタッド・ランスでいきなり戦列に復帰しました。敵地で行われたロリアン戦で伊東さんは主戦場の右ウイングで先発、左ウイングの日本代表FW 中村敬斗さんと共に両翼を形成し、後半途中で交代した中村さんと対照的に最後までプレーしました。0対2で完敗したものの、スポーツ紙レキップがチーム最高となる10点満点中6点をつけるなど高水準のプレーを披露しました。レキップ紙は伊東さんのプレーを次のように評しています。日本において性的暴行で刑事告訴されたために非常に注目されていた日本人の右ウイングは先発起用に応えた。たとえ断続的であったとしても、スタッド・ランスのオフェンスを率先していたのは間違いなく伊東だった。しかしチームメイトたちの助けを得られなかった。伊東さんが刑事告訴された件は1月31日に新潮社のニュースサイトデイリー新潮が報じました。森保ジャパンの一員として臨んだ2023年6月のペルー代表との国際親善試合、パナソニックスタジアム吹田後に飲食した2人の女性と大阪市内のホテルで同意なく性行為に及んだとされています。女性側が刑事告訴へ踏み切ったのは2024年1月18日。伊東さんの代理人弁護士も性加害は全くの事実無根だとして虚偽告訴容疑での告訴状を提出しました。共に受理されて現在は捜査が行われています。こうした動きの中で、日本サッカー協会 JFA とスタッド・ランスは対極的な対応を見せました。 JFA は日本時間の2024年2月1日夜に森保ジャパンから伊東さんが離脱すると発表しました。公式ホームページ上に掲載されたリリースで、 JFA は伊東さんが離脱するに至った理由をこう説明していました。伊東純也選手に関する一部報道について、 JFA では報道されている事実関係の内容について当事者の主張が異なっていると理解しており、慎重な対応が求められると考えています。 JFA としては伊東選手本人の心身のコンディションを考慮した結果、本日付でチームを離れることを決定しました。しかし数時間後に状況が一変します。伊東さんと共に戦いたいと望む選手たちの声を受けて、JFA は離脱を一時保留すると発表しました。さらに残留の方向で再検討するとされ、一夜明けた2日に日本にいる JFA 幹部に弁護士ら有識者を加えたオンライン会議の結果、伊東さんの離脱が正式に決まりました。東京都内で緊急記者会見に臨んだ JFA の田島幸三会長は、判断が2点3点するドタバタ劇となった経緯を謝罪した上で、最終的には全てを総合的に判断しましたと語りました。現在の状況を考えると、騒がしい環境が日本代表チームを取り巻いていくとも想定されます。選手たちがサッカーに集中できる環境を JFA として作っていく必要がある中で、お騒がせしていることや伊東選手の心身のコンディションも含めて離脱させるのが望ましいという判断に至りました。質疑応答の中で、JFA のステークホルダーやスポンサーの声といったものも影響したのでしょうかと問われた田島会長は、正直にゼロではありませんと答えています。こういう事態が起きて、お互いにいろいろな情報を出す中で、そのあたりのことも考慮したといいますか、パートナーの皆さんを配慮したのも事実です。 JFA の協賛企業にはキリングループ、アディダス、全日空などの大企業が名を連ねています。2023年7月にはクレディセゾンも加わり、公式アンバサダーには伊東さんが就任しました。しかし今回の一件を境に、クレディセゾンの公式ホームページからは伊東さんに関するページや画像のほぼ全てが削除されています。
伊藤さんをめぐる最終的な判断を要約すれば、伊藤さんと共に戦いたいと望む他の選手たちの思いよりも、伊藤さんが残る状況がチームに与えるマイナス要素の方が大きいと JFA は最終的に判断しました。田島会長もその点は否定していませんでした。対照的にスタッドランスの方針は守備一貫していた。スタッドランスも公式ホームページ上で日本時間2月1日に伊藤さんに関するクラブとしての声明を公表しています。 JFA が最初に伊藤さんの離脱を発表したリリースより2時間ほど早い公表となりました。日本人ストライカーの人間的な資質と振る舞いに対してスタッドランスはこれまで一度も疑問視したことはありません。しかし今回メディアで報道された出来事が大阪でのインターナショナルブレイク中に行われた状況もあり、私たちは大阪の司法当局による調査を一方的に裏付ける情報もまた持ち合わせていません。それでも現在に至るまで私たちは選手伊藤さんのこととの連帯を示しています。同時に今後は真相の解明につながる具体的な証拠を待ち望むとともに、いかなる法的な進展に対しても細心の注意を払いながら見守っていきますとスタッドランスは公表しました。声明で貫かれているのは、何人も有罪と宣告されるまでは無罪と推定されるという近代法の基本でもある推定無罪の原則です。レキップ氏はロリアン戦の前にスタッドランスのジャン・ピエール・カイヨ会長に取材し、下記のようなコメントを引き出していました。私は推定無罪にこだわる。話し合いの中で伊藤はいつも通りの控えめな態度を見せながら、何も間違ったことはしていないと主張している。なので私には彼を信じない理由がない。また地元紙ユニオンは、スタッドランスを率いる31歳の青年指揮官ウィル・スティル監督のコメントを次のように伝えています。フットボール以外で何が起ころうとも準備ができていると感じているのならば、伊藤純也は私たちのためにプレーしてくれると確信している。彼の周囲で起こっていることについてクラブはよくコミュニケーションをとっている。それ以外は今のところ私たちの問題になっていない。推定無罪の原則にのっとり、カタールから戻ってくる伊藤さんを何事もなかったかのように受け入れる。この考え方のもとで伊藤さんは6日の練習再開とともにスタッドランスに合流し、順調な調整を重ねた中でロリアン戦へ向けた遠征メンバー入りと先発を勝ち取り、フル出場に値するプレーを見せ続けたわけですね。推定無罪の原則が重んじられたこと、伊藤さんがこれまで監督や会長と深い信頼関係を築いていたこと、そして表に出てきている情報を見る限り、現時点ではクラブにおけるスポンサーへの配慮は行われていないこと、これら3点がクラブでの早期の先発復帰につながったといえます。最後に伊藤純也さんの年俸について見ていきましょう。ヴァンフォーレ甲府、柏レイソル、ヘンク、スタッドランスとステップアップしてきた伊藤さん、年俸推移は以下の通りとなります。2015ヴァンフォーレ甲府480万円、2016柏レイソル1500万円、2017柏レイソル1500万円、2018柏レイソル2500万円、2019年から2020年ヘンク31万ユーロ約4800万円、2020-2021ヘンク31万ユーロ約4800万円、2021-2022ヘンク31万ユーロ約4800万円、2022-2023スタッドランス120万ユーロ約1億8700万円、2023-2024スタッドランス120万ユーロ約1億8700万円。プロデビューから年俸は38倍以上になっています。いかがでしたでしょうか。今回は伊藤純也さんのクラブチームで干されなかった理由、 JFA の対応内容、年俸などをご紹介しました。性加害疑惑の件で騒がれている中、前線で戦い続ける伊藤純也さんに今後も注目したいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。